はい、どうもご視聴いただきありがとうございます。この動画ではですね、メダカの屋外ビオトープに使う提唱で有名な赤玉土っていうものがあるんですけども、今映ってるこっち側が赤玉土ですね。で、この赤玉土にめちゃくちゃよく似ていて、場合によってはなんですけども、この赤玉土よりも優秀かもしれないっていう提唱を一つご紹介していこうと思います。まずこの赤玉土はですね、今ではアクア用品、メダカ専用の赤玉土も少しずつ出てきてるんですけども、本来はですね、園芸用のものとして利用されていたものをメダカ飼育に使っているって感じなんですね。で、今回紹介する提唱もですね、赤玉土と同じくアクア用品ではなくて園芸用の商品として売られているものになります。で、それがですね、さっきから映っているこっちの提唱なんですよね。で、これは何かというと、ヒューガ土っていうものになります。こんな感じですね。で、このヒューガ土っていうのは九州の大隅半島の北部に見られる軽石なので、ヒューガ土っていう表記で売られているものもあるんですけども、軽石なので正確には土ではなくて石なんですね。で、この軽石はですね、あまり用途がなくて、地元で役に立たないって意味からボラ土って呼ばれることもあって、実際にですね、ボラ土っていう商品名で出回ってるものもあります。で、このボラ土はですね、昔からメダカ飼育に使われている赤玉土とよく似ていて、この両方ですね、赤玉土とこのボラ土、ヒューガ土ですね、この両方に共通する、特徴だとか性質を紹介してみようと思います。で、それがこちらですね。見た目からしてよく似てるんですけども、このヒューガ土、ボラ土もですね、表面に無数の穴がボコボコと開いている感じで、これを多孔質って言うんですけども、赤玉土と同じように、このヒューガ土もですね、多孔質な構造になってるんですよね。で、多孔質だとバクテリアの定着率が多いので、それだけ高いろ過能力を発揮するので、このボラ土もですね、赤玉土同様に、ろ過能力のめちゃくちゃ高い定床になるのは間違いないです。で、なんでこの多孔質だとろ過能力が高いのかっていうのはですね、こちらの動画の方で詳しく説明していますので、もしご興味があればですね、ぜひチェックしてみてください。で、それからですね、水質を弱酸性に傾ける作用があるんですけども、これも赤玉土と共通した特徴になります。で、この水質を弱酸性に傾ける作用ってすごい重要で、実はですね、水質は弱酸性に傾いた方が飼育がめちゃくちゃ楽になる可能性があって、それを詳しく説明した動画もありますので、よろしければですね、こちらの方もぜひチェックしてみてください。で、それからサイズのバリエーションですね。サイズのバリエーションというのは石の粒の大きさです。で、ちなみに今映ってるのは赤玉土は中粒。で、このボラ土ですね、これは小粒になってます。そんな感じでですね、そのサイズのバリエーションが多く用意されていて、で、さらにはですね、栄養素を含まないっていうのも赤玉土と全く同じで、そんな感じでボラ土の特徴や性質っていうのはですね、この赤玉土とほとんど同じなんですよね。で、じゃあ逆に決定的に違うところは何かというと、それについて説明していこうと思います。で、このボラ土と赤玉土、決定的に違うところは何かというと、もうこれはですね、硬度ですね。石の硬さの部分に限ると思います。最初の方でも言いましたけども、このボラ土っていうのは軽石なので、土ではなくて石なんですね。ちょっとややこしいですね。厳密には石です。それに対してこの赤玉土っていうのは土を固めたものなので、もうそのまま土です。石ではないです。なので土を固めただけの赤玉土っていうのはすごい衝撃に弱くて、脆いんですよね。もう崩れやすいんですよ。つまり寿命があるってことですね。1年ぐらい持てばいい方ですね。で、このボラ土はですね、軽石なので、赤玉土のようにボロボロ崩れるってことはなくて、洗うことで繰り返し何度でも使うことができるんですよ。で、これを踏まえてボラ土が赤玉土よりも優れているところを挙げてみると、まずはコスパ面ですよね。で、この赤玉土もですね、めちゃくちゃコスパのいい定商として有名なんですけども、このボラ土もそんなに高いものではないし、やっぱですね、洗ってもう何度でも繰り返し使えるっていう観点から、この寿命の短い赤玉土と比べて、コスパ面では圧倒的に優れてるかなっていう印象ですね。で、それからですね、赤玉土っていうのは多孔質な構造で、バクテリアの定着率がすごいいいことから、露材として使う人が結構いて、例えばですね、こういうタッパーですね、タッパーに赤玉土を入れて、それを飼育容器に沈めておくとか、もう直にフィルターの中に入れて使う人とかもいるそうですね。
で、露材として使う場合はですね、やっぱ時間が経てば汚れてきますから、定期的に洗う必要がありますけども、やっぱ洗った時ってすごい赤玉土って崩れやすくて、まあ、場合によってはですね、繰り返し使うことはできなくて、まあ、全交換する必要があるんですよね。まあ、ただ、ボラ土はすごい硬いので、洗っても崩れる心配がなくて、まあ、露材としても繰り返し使うことができますので、まあ、露材として使う場合はですね、この赤玉土よりも、このボラ土の方が、まあ、優れてるっていうか、うってつけの存在と言ってもいいと思います。ちなみにですね、このボラ土っていうのは軽石なんですけども、軽石ってなんか水に浮くイメージがあるって人も多いと思うんですよ。ただこのボラ土っていうのはですね、水に沈む軽石なんですね。まあ、とは言ってもですね、物によっては水に入れた当初はなかなか沈まないでぷかぷか浮く場合もあります。まあ、構造上ですね、多孔質で空気が入っていますので、まあ、それで浮くんですけども、まあ、時間が経てばですね、水を吸収して沈んでくれる場合がほとんどなんですけども、まあ、どうしても沈まない場合は、その沈んでくれない粒はですね、取り除く必要があるって言います。この完全に沈めるまでの作業が必要な場合があるっていうのが、赤玉土とは決定的に違うデメリットと言えそうです。まあ、ただですね、僕ちょっと試してみたんですけども、これ熱湯にぶち込んでみたんですね。そうするとですね、これ一瞬で沈下させることができましたので、まあ、ぜひご参考までに。まあ、そんな感じで、赤玉土によく似た定称の、このボラ土について説明してきましたけども、このボラ土はですね、赤玉土の崩れないバージョンというくらいよく似た定称って言えるんですよね。まあ、だから長く使いたい場合ですね、赤玉土よりも、このボラ土の方がおすすめかもしれません。まあ、あとは見た目ですよね。赤玉土はですね、メダカのビオトープと相性がすごいいいので、まあ、これがですね、昔からメダカ飼育によく利用される大きな理由にもなってると思うんですけども、まあ、見た目とかですね、今話してきた性質、まあ、これらを総合的に判断して、まあ、どっちを使用するか決めるといいかと思います。まあ、ぜひ、定称選びの一つのご参考になればと思います。はい、それでは今回の動画は以上となります。この動画の内容がためになったと思ってくれた方は、高評価していただけると嬉しいです。で、またはですね、今後もためになるような動画をどんどんアップしていきますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき、ありがとうございました。